真っ白な雪が僕の命を吸っていく。死ぬのか、僕は。全身が焼けるみたいだ。死ぬのってこんなに痛いんだ。大丈夫、人はこの程度で死なないよ。それに君はまだ死ぬ気もないのかな。だから頑張れ。薄れゆく意識の中でとても優しい声を聞いた。それがお嫁さんとの最初の会話だ。もう意識が飛ぶだけど油断していた。うっかり運命に出会ったのだ。こんなところで死んだら僕は何のために生まれてきたんだ。大丈夫、人はこの程度では死なないよ。